ここを抜けりゃ五番魔ゴールだ。思ってたより大変そう。まあなんとかなるだろう。あれが五番魔ゴールの柱だ。道順はプラン E の次は F、G、H ってな。続きがあったのか。F はこの区画の名前。G を抜けて H まで向かう。 H にあるリフトで魔航路の近くまで行けるの。ビックスもその先で待ってるはず。もう日が傾き始めてるね。うん、行くぞ。シンラに泡を吹かせてやる。うん、うん。黙って進め。下見なければ平気だよ。案外冷てえなお前ら。扉の先が G か。これで開くかな。電力が来てない。あそこは電気ついてるぜ。制御室か。行ってみよう。あの扉使ってないのかな。てかこの通路自体使ってるやつがいるとは思えねえ。これじゃ点検もできないよね。動くかな。電力供給が不足しています。ダメだな。ねえ、これ電力不足時の対処法だって。ライトを消せば非常用電力を確保できるのか。ライトってもしかしてスラムの太陽。スラムを照らすライトのことをそう呼んでるの。そいつを消せば扉が開くってわけか。でも太陽が消えたら困るよね、4番街の人たち。魔航路をぶっ壊したらどっちにしたって消えちまう。そうだったね。戻るぞ。スラムの太陽のせいで電力不足なのかな。さあな、点検をサボってるだけじゃねえか。明るいのは便利だけど、たくさん魔法を消費してるんだね。スイッチははしごの上か。結構高えな。俺が行こう。うん、下で待ってるね。非常用電力の供給を確認。ゲートの再起動を開始します。よっしゃ、うまくいったな。うん、ありがとうクラウド。これで G までは達成だな。うん、あとは魔航路を目印に。この眉、
奴らの巣穴へようこそって感じが、こりゃ。ちっ、どこまで腐ってやがんだ、このピザはよ。早速歓迎してくれるってよ。気を抜くな。出てくる。やっ、来いや。けっ、やめ、狙うぜ。まだまだ終わり。次もこの調子。こっちも電力不足らしい。ちょうどいいじゃねえか、侵入し放題ってことだろ。あ、見て、あのパイプの上登れるかも。伝っていけそうだな。マジか。誰がてめえの細っこい体が吹き飛ばされねえかってこっちゃ。もう急いでるんでしょ。おう、ついてこい。いい風吹いてんな。全然良くない。よそ見ダメだから。おう、切ったね。ああ、寿命縮んだぜ。あ、はあ、ほんのちょっとだけな。2秒だ、2秒。もう目の前が H。 足元気をつけて。あれが目的のリフトか。メインリフト。うん、確かそう言ってた。間違いねえ。こいつがビックスの言ってたメインリフトだ。あいつもこの先で待ってるぜ。電力供給が不足しています。またかよ。ライト3つ分必要だな。そんなに？この辺りの全部ってこと？こうなりゃ片っ端だ。迷ったらここに戻ってこよう。 H1 の番号が目印。ああ。こっから一番近いライトっつうと、あれだな。暗いスラムを見守る明かりは未来までも照らす道しるべであり、太陽なのです。なんだそれ。スラムの太陽の宣伝文句、プレジデントが演説してた。けっ、神羅に照らされる未来なんざお先真っ暗に決まってな。頼んだ。よし、やっちゃおう。勝負あり。やあ、ここ止めた。行くよ。行くよ、それ。
サクッと消しちまうか。電力回復、パワーオン。まずは一つ目。残りはあの二つだな。撃退システム？電力が復旧したか。くっ、それがどうした。全部ぶっ壊して魔航路へ向かう。中距離射撃タイプ。おう、あいつらは俺に任しとけ。オラオラ、負けるわけがねえ。バレットってば。先が思いやられるな。通路が動かせるんだ。おお、ぴったりじゃねえか。次のライトはどっちだ。こまめに確認しないと分かんなくなっちゃうね。バカみてえにでかくて助かるぜ。はぁ、ボッボコにしてやるぜ。嫌なら逃げなさい。この調子で行くぞ。次を勝とう。これで二つ目か。あとはあのライトだけだね。終わりが見えてきたな。ここから下に降りられそうだ。崩れねえよな。下は4番街スラムか。え、興味ある？今度案内しよっか。少しは心配しろよ。動きそうだよ。太陽なんて本物が一つあれば十分だ。神羅に作れるのは偽物だけよ。侵入者発見、逃走モードへ移行。落ち着いていく。さあ行くよ。こんなもんよ、こんなもんよ。ぐるっと回って戻ってきたみたい。最後のライトは あのライトで最後。ずいぶん回り道しちゃったね。ここには仲間の目印もないしな。ジェシーとウェッジがいないのもいて、二人のことビックスになんて言う。きっと心配するよね。
ライトまでの架け橋、しっかりつなげろよ。てやんのが一番の治療だ。そうだね。クラウドはウェッジの分お願い。早く H1 まで戻ろ。遠慮はいらない。そりゃ楽しめそうだ。はい、今だ。やっ、はあ、沈め。このカッコ、うん、当てる。くっか、頑張るね。
んかよ。気をつけてね。おう、任しとけ。ミックスとのランデブーポイントはこの先だ。遅くなったからきっと心配してるね。派手に暴れたのに誰も追ってこないね。ミッドガルはシンラの手の内だ。監視はされていただろう。気づいてたなら言ってよ。言ったらやめてたか。最初からギリギリの綱渡りだ。渡り切るしかねえ。力ずくでも得意そうか。どうでしょう。もうすぐか。ティファン。ううん、いよいよだなって思ってたより緊張してたみたい。こればっかりは俺も慣れねえ。てか、クラウド？ジェシーとウェッジは？どんな感じだ？犯人グループが列車から飛び降りたって、上は大騒ぎ。おかげでここは静かでな。マコーロへのルートはささっと確保済みよ。ヘイヘイヘイビーク！で、あとの二人は？ジェシーがね、怪我をしちゃって。ひどいのか？口数は減ってね。大丈夫だ。世話になるな。仕事だ。4番街へ行きに乗って正解だったな。警備は4番に集中してる。でもこっちの本命は5番。ちょっと複雑だが、この奥はもう魔行路の中だ。狭っちい穴ぼこだぜ。文句言うなよ。こっちは補給物資とワイヤーリール。調子はこれ以上ねえってくらい上々よ。みんなのことお願い。おうよ。よし、俺たちもワイヤーの装備だ。落とさねえようにしっかりくくりつけとけよ。作戦が終わったらこいつで一気に下まで降りる。生きて帰んぞ。当然だ。